いやータウラス杯はきつかったです。今回は予選の戦績もあまり良くありませんでした。1日目、2日目、こちらは1枚スクショを取り忘れました。第2ラウンド、3日目、4日目、合計で80戦47勝です。勝率は半分ちょっとでした。ラウンド2で3勝できたのが2回と、決勝に進むこと自体が危なかったです。アリエス杯からの流用のトリプルエスドーベルを途中まで使っていましたが、逃げ4以上になることが少なく、また先行の一番後ろを走ってカナタを発動しても前を抜けないケースが多かったです。一番強い能力があると思いますが、展開が向かないと判断して外しました。最終的にサブで用意していたゴールドシップを加えてメンバーはこうなりました。ダイワスカーレット、単逃げでも固有接続が運よく発動すれば勝つ可能性があります。タマモクロス、中距離芝 S で今回一番勝っています。ゴールドシップ、困った時はゴールドシップかなと思って出しました。こういう構成です。結果は実際のレースを見てみましょう。栄光はもう目の前まで来ている。タウラス杯決勝、3番人気には三冠馬娘、8番ゴールドシップ。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、ここまで無敗、三冠馬娘、9番タマモクロス。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って、ここまで無敗、トリプルティアラの馬娘、ダイワスカーレット、1番人気です。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはダイワスカーレット、1番オグリーキャップ、9番タマモクロス。ダイワスカーレット快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはダイワスカーレット。このままリードすることができるか。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。先頭はダイワスカーレット、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は1番オグリーキャップ、2馬身3馬身開いて3番オグリーキャップ、4番手5番ゴールドシップ、その後ろから9番タマモクロス、そしてその後ろから行くのはアグネスデジタル、その外並んで8番ゴールドシップ、内には6番タマモクロス、その後ろから4番ゴールドシップ。ダイワスカーレット先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ダイワスカーレット、彼女の客室には合っていますね。向こう上面に入って先頭はダイワスカーレット、順位を振り返っていきます。先頭ダイワスカーレット、レースはよどみなく進んでいます。続いて1番オグリーキャップ、そしてその後ろから行くのは3番オグリーキャップ、その後ろに6番タマモクロス、そして外目をつきましては8番ゴールドシップ、差がなく5番ゴールドシップ。残り 1000m を通過、さらには9番タマモクロス、1馬身離れてアグネスデジタル、1馬身差4番ゴールドシップ。意気揚々と先頭を行きます。ダイワスカーレット、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、大けやきを越え4コーナーへ。先頭は見合ったまま、果たして抜け出すのは誰だ。ダイワスカーレット、花を進む、1番オグリーキャップ、ここで抜け出した。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのは1番オグリーキャップ、4着を切りました。外から飛んできたのは8番ゴールドシップ、8番ゴールドシップ並びかけてきた。200を通過、8番ゴールドシップ追い込んでくる、5番ゴールドシップ、先頭に変わった8番ゴールドシップ追い上げる、ほぼ同時にゴールイン、8番ゴールドシップ、わずかに体勢有利か。勝ったのは8番ゴールドシップ、タウラス杯の栄冠を見事につかみ取りました。2着は5番ゴールドシップ、3着に入ったのは1番オグリキャップ。というわけで、予選で勝率半分でもプラチナを取れることもあるよということが分かりました。いやーラッキーでした。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。